ニコン Z9 ISO 400より500の方が綺麗。はい、皆さんこんにちは、長チャンネルです。突然ですが、 ISO 感度を上げていくとノイズが増えるのは常識ですよね。だからなるべく低 ISO で撮影する方が綺麗です。ノイズが少なくダイナミックレンジの広い写真が撮れます。ネイティブ ISO とは最適な感度設定とされる ISO 値のことです。ところがカメラによっては低感度用と高感度用の2つの異なる最適感度が設定されているものがあります。これをデュアルネイティブ ISO と言います。ニコン Z9 のセンサーは64と500のデュアルネイティブ ISO であると言われています。そこで ISO 値を変化させながらノイズの増え方を調べてみようと思います。それでは Let's get started。 長チャンネル。普通の明るさの室内で ISO を上げながら撮影して比べてみます。左側をネイティブ ISO 64で固定し、右側に比較画像を出して確認します。ISO 64と ISO 100、ほとんど変わりません。どちらも綺麗です。ISO 64と ISO 200、これもほとんど変わらず綺麗です。ISO 64と ISO 400、ほとんど変わらずどちらも綺麗です。 ISO 64と ISO 500、 ISO 500なのに見分けがつかない感じです。 ISO 64と ISO 640、やや暗部にノイズが出ているような気がします。 ISO 64と ISO 800、 ピントの来ているところも少し解像感が落ちているようです。 ISO 64と ISO 1600、 暗部にノイズが出て解像感も落ちてきました。 ISO 64と ISO 3200、この辺が使える限界でしょうか。 ISO 64と ISO 6400、 ここまで来るとロー現像で処理しないと使えない感じです。左側をデュアルネイティブ ISO 500で固定し、右側に比較画像を出して確認します。ISO 500と ISO 200、パッと見た感じではほとんど区別がつきません。ISO 500と ISO 400、ほんの少し ISO 400の方が暗部にノイズが乗っている気がします。ISO 500とISO 640、少しだけ ISO 640の方にノイズが見られるかなという感じです。明るい室内ではデュアルネイティブ ISO らしい変化はあまり見られませんでした。長チャンネル。次はノイズを出すために部屋を暗くして実験しました。状況を説明するために ZFC の ISO を2000で固定して、どのくらい暗くしたかを見てみましょう。ほぼ真っ暗です。ISO オートで暗くした雰囲気を表現すると
こんな感じです。左側をネイティブ ISO 64で固定し、右側に比較画像を出して確認します。ISO 64と ISO 100、暗くしてもほとんど変わらず、どちらも綺麗です。 ISO 64と ISO 200、これもほとんど変わらず綺麗です。 ISO 64と ISO 400、暗部にノイズが乗り解像感が落ちています。ISO 64と ISO 500、ノイズは同等ですが、ISO 500の解像感はやや落ちている気がします。ISO 64と ISO 640、暗部にノイズが出て解像感が落ちています。ISO 64と ISO 800、ノイズが出ていて塗り絵っぽい感じになりました。ISO 64と ISO 1600、この辺がそのまま使える限界でしょうか。 ISO 64と ISO 3200、ここまで来るとロー現像で処理しないと使えない感じです。 ISO 64と ISO 6400、解像感が失われています。ノイズもかなり出ています。左側をデュアルネイティブ ISO 500で固定し、右側に比較画像を出して確認します。 ISO 500と ISO 200、ほとんど変わらないようです。ISO 500と ISO 400、ほんの少し ISO 400の方がノイズが出ている感じです。 ISO 500と ISO 640、少し ISO 640の方にノイズが見られます。 ISO 200と ISO 500の変化はあまり感じられなかったのですが、 ISO 400よりは少しだけISO 500の方が綺麗な感じがします。フィルム感度の感覚で ISO 400を使うことが多かったですが、 ISO 400まで上げるときは ISO 500にしてしまう方がいいようです。次回の動画までぜひチャンネル登録をしてお待ちください。ご視聴ありがとうございました。